いちこです。今日は2020年12月16日水曜日です。午前1時42分です。実はこの動画は昨日15日に作成していました。午後8時頃から急に動作がかなり遅くなり、 Windows のアップデートの印が出ていたため再起動をかけたのですが、アップデートに約5時間半ぐらいかかりました。なんら告知されず、たまたま夜間でしたので耐えることができましたが、これは故障、障害よりもひどい話です。つい最近 Google の障害で YouTube のアップデートができない問題がありましたが、数十分で解決できました。当然ながらこれは翌日のニュースで知ったのですが、ニュースがなければこちら側の問題と思っていました。これでは自宅でテレワークなんかできませんよね。今回はすでにテキーラの動画を作成し終わってたのでこれを流しますが、このアップデートの話は次回、機会があれば動画アップします。では用意していた初めの言葉をそのまま流しますね。高松は晴れのち曇りの予報です。朝早くいつものように自転車で走りました。朝は晴れているのですが非常に寒く、早々と帰りました。今日の見出しはユッカです。偶然ですがこの葉っぱの形が今回紹介するリュウゼツランアゲーブンに似ていました。以前ご紹介させていただきましたが、改めて記事を読み上げます。その後今日のブログニュースで次の自己扱いニュースが飛び込みましたので、テキーラについて読み上げます。ニュース内容はエビステキーラ20歳女性急死。11月28日深夜、東京エビスの高級ラウンジ X で従業員女性 A 子さん20歳が亡くなった。警視庁渋谷署によって死因は事故として処理されたが、 A 子さんは亡くなる直前にある客からの提案でテキーラ瓶の一気飲みをしていたようだという噂が SNS を中心に広まり、今大きな波紋を呼んでいるとありました。テキーラというお酒を調べましたので途中から読み上げます。ではどうぞ。アツバキミガヨランとは和名の顛末。なぜ別種のユッカレクルビフォリにキミガヨランの名前がついているのでしょうか。キミガヨランの名前がグロリオサ、栄光あるという学名からの命名なら、アツバキミガヨランの方をキミガヨランとした方が正しそうです。実はこれには顛末があります。キミガヨランの和名をつけたのは植物学者の牧野富太郎です。小石川植物園に植栽されていたユッカの一種をグロリオサ種と同定してキミガヨランと命名しました。後からこの株はレクルビフォリア種だと判明しましたが、キミガヨランの和名はその株からついた名前なので変更されずに残り、レクルビフォリアキミガヨランとなりました。そうするとグロリオサの和名をどうするかということになり、牧野富太郎は男蘭と命名しました。しかし現在アツバキミガヨランと呼ばれているところを見ると、その名前は定着しなかったようです。この顛末は同志著作植物一日一代の男蘭に詳しく記載されています。次にアツバキミガヨランを検索するとユッカグロリオサは米国南東部に自生するアスパラガス科の喧嘩植物の一種です。 2.5 メートルに成長し常緑低木です。それはその建築品質のための装飾用として広く栽培されており、世界の様々な場所の野生のより暖かい気候で確立されたと報告されていますとあります。ウィキペディアの英訳は省略します。興味ある方は読んでくださいね。テキーラ出典フリー百科事典ウィキペディアより。テキーラ、スペイン語テキーラとはメキシコ国内のハリスコ州とその周辺でアガベテキラナウェベルバリエラアスル
アゲーブテキーラナウエーバーバリーダットアズールは同じと呼ばれる流絶蘭アゲーブから作られる蒸留酒。1994年まではメスカルの一種であったが、1994年にテキーラとして原産地呼称を導入したため個別名称となった。メスカルも1000年代に入り原産地呼称を導入したため、2020年現在はアガベを原料としたテキーラ、メスカル、その他の規格に合致しない種類はアガベ、スピリツ、リコールでアガベと呼ばれる。ウイスキーのようにそのまま飲まれるほか、カクテルなどの材料にも使われる。産地ではそのまま飲まれることが多く、ライムを口へ絞りながら楽しみ、最後に食塩を舐めるのが正当な飲み方とされる。食塩を舐めるのは高いアルコール度数から喉を守るためともされるが、その効能はない。また 100% アガベで作られた高級テキーラの香りや味わいを楽しむために、ワイングラスなどの口の広いグラスを用いる飲み方も増えてきている。洋酒店歴史。古代アステカからの伝統的な醸造酒であるプルケが、スペイン人コンキスタドールによって蒸留酒とされたメスカルの一つ。かつて州西部のシエラマドレ山脈で山火事があり、その焼け跡で発見された良い匂いを発し甘い樹液を出す焦げた流絶蘭を起源とするものや、流絶蘭の幹をかじっているハツカネズミの巣穴を覗くと黄金色の液体が溜まっていて、これを集めて発酵させたものがテキーラの起源と言われる伝説がある。名前の由来となったハリスコ州の町サンティアゴでテキーラの特産品。最初のテキーラ工場は1600年に建てられ、1873年にはヨーロッパへ出荷された記録が残っている。1893年にシカゴで開かれた鑑評会でテキーラ産のメスカルブランデーが受賞し、1910年のサンアントニオの大会ではテキーラ、ワインの名で受賞した。以後テキーラの名称が使われるようになった。その後も販売は拡大し、1968年のメキシコオリンピックで広く知られるようになった。日本では2004年に締結したメキシコとの経済協力協定により、テキーラやメスカルなどの原産地呼称が保護されるようになった。2006年、産地はテキーラの古い産業施設群と流絶蘭の景観、アゲーブランドスケープ&エンシエントインダストリアルファシリティスオブテキーラとして世界遺産に登録された。テキーラ規制委員会 CRT。 1994年にテキーラ商工会議所の主導のもと、テキーラ規制委員会 CRT コンセジョレギドデルテキーラ AC は、収穫から瓶詰めに至るテキーラの生産過程全般の基準を定め、違反者に対して法的措置を取ることができる非営利団体として設立された。テキーラの生産過程がメキシコ政府の定める公式の基準に従って行われることを証明する機関としてメキシコ政府から認定を受けており、 CRT はテキーラの生産者だけでなく、原料の流絶蘭栽培、ボトラー、マーケティング担当者およびメキシコ政府の代表者と連携して活動されている。すべてのテキーラメーカーは CRT の認可が必要であり、テキーラのラベルにはメキシコ公式規格である NOM のイニシャル、テキーラ規制委員会の認証である CRT のイニシャルと4桁の番号が印刷されている。収穫製造、メキシコ産であることからサボテンが原料と誤解されることがあるが、流絶蘭とサボテンは異なる植物である。流絶蘭は150種類余りあり、そのうち136種類がメキシコに植生している。この流絶蘭から作られた酒は総称でアガベスピリッツと呼ばれる。このうち CRT の基準、メキシコの法律 NOM006SCFI2012 を満たす産地、原料、製法などの規格に見合ったもののみをテキーラとして販売、流通することが許される。主原料はアガベ、
テキラナ・ウェベル・バリエダ・アスルでなくてはならない。また主原料が総原料に占める割合は 51% 以上でなくてはならない。主原料のアガベはハリスコ州、グアナフアト州、ナヤリ州、ミチョアカン州及びタマウリパス州の特定地域で生育されたものでなくてはならない。テキーラ村と及びその周辺地域で蒸留されたものでなくてはならない。最低2回の蒸留がされていなくてはならない。メタノールの値は 3mg/ml 以下でなくてはならない。アルコール度数は 35%、55% 以内でなくてはならない。水以外の添加物は 1% 以下でなくてはならない。 NOM ナンバーと呼ばれる4桁の蒸留所番号をラベルに表記しなくてはならない。アガベ、テキラナ・ウェベル・バリエダ・アスルは茶畑に似たような状態で丘陵地に栽培され、雨季の初めである6月に植えられて6から8年後に収穫される。収穫は生育したものから順に数年にわたって行われ、コアと呼ぶシャベル、あるいは大型のノミに似た専用の鎌が用いられる。葉を切り落とされ収穫されたアガベはパイナップルに似た形をしているので、ピニャ、パイナップルという意味と呼ばれている。ピニャは大きいものでおよそ 50kg ほどあり、傾斜を伴う畑からはラバを使って搬出する伝統が守られている。伝統的な方法では、収穫後石を敷き詰めた穴にピニャを積み重ね、下から燻製に近い形で30時間程度蒸し焼き上げる。蒸し上げたアガベを1週間放置し、その後これを石臼ですりつぶし汁を絞り出す。絞り汁を発酵させる。発酵後はエタノールが 3-5% が含まれ、日本のドブロクとよく似た風味となる。蒸留機でアルコール度数を高める。メスカルは1回しか蒸留しないが、テキーラはから3回蒸留される。カテゴリー、原料による分類。テキーラ 100% アガベ、テキーラ 100% ディーアゲーブ、副原料を用いないもの。ラベルには必ず 100% ディーアゲーブ、刻印がある。近年副原料を使用したテキーラと差別化するためにプレミアムテキーラと呼ばれている。テキーラ、アガベ、テキラナ・ウェベル・バリエダ・アスルと一緒に発酵させる副原料主に砂糖の使用は 49% まで認められており、副原料も一緒に発酵させたもの。以前は理解しやすいためミクストまたはスタンダードと呼ばれることもあるが、 CRT による正確な呼称はテキーラとなる。クラス、熟成度。樽で熟成させたものは徐々に琥珀色を呈してくる。ブランコ、製造されすぐに瓶詰めされたもので、テキーラの風味、特徴がはっきり現れる。ゴールド、ブランコと熟成されたもの、レポサド、もしくはアネホ以降をミックスさせたもの。商標にあるゴールドとは異なる。レポサド、2ヶ月1年未満樽で寝かせたもの。アニェホ、少なくとも600リットルのオクタルで1年から3年寝かせたもの。タルの香り付けなどでウイスキーと似た風味になる。エクストラアニェホ、3年以上寝かせたもの。価格も最も高く、生産しているハリスコ州では数十万円のものも見ることができる。以下省略します。はい、いかがだったでしょうか。テキーラのアルコール度数は 35% から 55% 以内でなくてはならないとありました。これを1本一気に飲むと死んでもおかしくないですよね。皆さんも注意してくださいね。はい、これで終了いたします。ありがとうございました。皆様に幸多からんことをお祈りしております。